ここまで約3時間、ウェザーニュースライブモーニングをお届けしてまいりましたが、この後8時からはサンシャインの枠へ切り替わります。現在 YouTube でご覧の方々はこのままお待ちいただくか、次のサンシャインの枠にご移動してお待ちいただければと思います。それではここまでは魚住真由が担当いたしました。失礼いたします。ではここでウェザーニュースライブサンシャインは終わりとなります。この後17時からはウェザーニュースライブコーヒータイムが始まります。引き続き私松雪彩香が担当いたしますので、11時に再びお会いしましょう。ここで一旦番組を抜ける方もいらっしゃるかもしれません。この時間って行ってらっしゃるだとちょっと遅いかしら。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。それではこの後14時からはウェザーニュースライブアフタヌーンが始まります。担当キャスターさんとお話ししていきましょう。この後は小川千奈キャスターです。皆さんこんにちは。この後14時からウェザーニュースライブアフタヌーン、小川千奈が担当していきます。今日から明日にかけてのお天気、また最新の台風情報について詳しくお伝えしていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。せんちゃんはさ、はい、T シャツって着る？あんまり持ってない。1枚持ってる。1枚しかないの？T シャツあんまり着ないんですよね。あ、でもあんまイメージないかも。確かにそうなんですよ。1枚あります。それ何柄か聞いてもいい？無地です。無地なんだ。柄 T 着ます。なんか私も柄っていうよりはなんかロゴあ、ロゴ？ロゴの話になって、はい、なんかこう T シャツってお家ですぐ洗えるからさ、はい、夏場すごい重宝するじゃない。そうですよね。なんか今年何枚か欲しいんだけど、はい、英語でさ、なんかハッピーとか書いてあったらちょっと恥ずかしいじゃん。だから、いや、いいんじゃないですか。でも、本当にだって私がさ、ここに結構ハッピーって書いてあるの着てきたらさ、ちょっと見るでしょ。見ますよ。だよね。だからみんなどんな柄の T シャツ着てるのかなって。あ、私シンプルなのが好きですね。1枚しか持ってないですけど。真っ白とか真っ黒とか。あ、そっか。なんかやっぱ無地とか、デザインにすればいいのか。ちょっとポケットがついてるとか。そうですね。さりげなくロゴが入ってるとか。あ、そういうのが良さそうだよね。そうですね。合わせやすさで。でもハッピーいいと思います。本当に似合う。ご当地 T シャツとかもさ、結構見るよね。見ますね。お土産屋さんとかでも結構見ますよね。岩手もなんかあるかな。あるんですかね。見たことないですけど。そういえば埼玉の実家に昨日まで帰ってたんだけど、はい、岩手の盛岡冷麺が出てきて。埼玉の実家で。そう、あの赤いパッケージの。ああ、はいはいはい。結構なんて細麺なタイプの冷麺が、はい、一昨日のお昼に出てきました。あ、嬉しいです、うん、どうやら埼玉県にも。美味しかった。あ、定時で買える T シャツ。だから直接は言えないけど、うん、主張したいことを T シャツで伝えればいいのかもしれない。あ、いいかもしれないですね。アイス食べたい。確かに。暑いとか。そうね、そうね、うん、言えないけど、でも言えない人は着るのも結構勇気がいりそうだよね。そうですよね、うん、確かに。あ、英語で書く。英語で書く？ホット。それはそれなんか。で、赤いとか。赤いとか。あー、 T シャツ選び難しいな。そうですね、うん、なんか今日でクロストーク初めてした日から1年みたいな。違う。違うんですよね。なんだろう。なんかそういう投稿を見たんですけど、今日じゃない、今日なのかな。さっき見たんですけど、まあ、ミーティングから1年みたいな。そうなんだ。でももう、うん、鮭コウメコからは1年経ったんですよ。経ってるよね、はい。私が復帰したのが5月ゴールデンウィークぐらいだったから、まあ、1年前の今日でもおかしくはない。そうなんだ。どうでした1年振り返って。いや、なんかこうファンミーティングをカウントしてくださってる方がいて、うん、第40何回すごい。いや、なんかいつもね、剥がされるという。終わりです。お時間です。すいません、お時間です。この前アーリンさんとのファンミーティングもその剥がしがありまして。
やっぱりねクロストークって結構あっという間だよ ね、 そうですよね、盛り上がることも多いからね。じゃあ T シャツはちょっと探します。 T シャツ結構持ってるんですか？いい T シャツねこの間3枚ぐらい買ってきて、それは全部ロゴだったんですよ、はいはい、ブランド名のロゴだからなんか柄があってもいいのかなとか。確かに、うん、じゃあちょっと注目しますね。買ったどんな埼玉とか埼玉とか書いてあるかもしれない。 いいじゃないですか、今結構ね盛り上がってますからね。ね、今日はあの埼玉付近でもこの時間だいぶ日差しが届いてきましたし、はい、サンシャイン後半から出てたんですけど、はい、晴れリポートが増えてきました。一方で札幌のリポートをご紹介します、はい、こちら北区の方からです。今日は雲が多くこの後もにわか雨が場所によってはありそうです。夜からちょっと降り出すところも出てきそうですね。そうですね、はい、この後北海道は天気下り坂で午後夕方以降などから雨の降り出すところがありそうです。また明日もですね広く午後はにわか雨が心配なところが多く出てきますので明日のお天気まで詳しく見ていきます、はい、では14時からよろしくお願いします。お願いします。ここまで今日は約 4.5 時間ですね。ウェザーニュースライブサンシャインの後半からコーヒーまで松雪彩香がお送りいたしました。途中あのお腹空いたと思ってたらせんちゃんがお菓子を持ってきてくれました。あやちさんどうぞって言ってくれたものをもう全部食べました。このおかげで元気に乗り切ることができました。さてこの後ですが晴れるところが多い一方で北海道下り坂そして台風1号の影響に引き続き大東島地方ではお気を付けください。では皆さんこの後も良い水曜日の午後をお過ごしください。ではこの後イブニングを担当されるキャスターさんお呼びしていきましょう。小牧ゆいキャスターです。よろしくお願いいたします。こんにちは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します小牧ゆいです。今夜から明日のお天気をお伝えします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はゆいさんということなんですが、はい、ゆいさんといえばドラえもんが好きじゃないですかドラえもん大好きです。ドラえもんは、うん、あのキャラクターとして好きなのかそれとも漫画とかアニメも見てきたんですかあどっちもかな、うんうん、ドラえもんをちょうど、うん、あのコロナ禍になって、はい、おうち時間が増えたタイミングで、はい、あの映画を今のも含めて全部、ね、見返したんですよ、うん、全部とまではいかないんですけれども、はい、結構自分の小さい頃からの作品をずっと見返してて、うんうん、でそこからさらに愛がなんか大人になってからすごく響くお話ってたくさんありますよね。そうなんですよね。結構大人になってからドラ泣きとかもしちゃって。ドラ泣きって言うんですかどうですかせんちゃんは。あいいですね。泣かないですかあんまり。あせんちゃんってさ、はい、あのなんか泣くタイプ？そのアニメとかドラマを見て。 あんまり泣かないかもしれない。あんまり泣かない。あでも、物によりますね。タイタニックだと泣きますタイタニックタイタニック、あタイタニック、あのディカプリオさんの。あそうですそうですタイタニックは泣くの泣きますよ。あまあまあ感動しますけれどもそれ俳優さんの問題じゃない知ってますよせんちゃんがすごいディカプリオ様大好きみたいな噂はね耳に入っております。泣きますね。なんレオ様のどこが好きなの？やっぱりあのなんでしょうね、いたずらっ子のようなあの笑顔とガチガチな、なんかちょっと女の子の顔したね今面白い。あでもねかっこいいよ ねかっこいいですよね、うん、そういった目ではなんかいないんですか、うん、好きな俳優さんとか。私ですか。ねあれだプリティーウーマンの、はい、うん俳優さん、ちょっと出てこない出てこない。あ、今必死にスターさんたちがあれちょ、ジュリア・ロバーツさんと、うん、あの出られていたあの男性の、あ、ど忘れしちゃった。私今、充電が切れててスタッフさんの声聞こえない。聞こえないですか？なんか言ってます？当時40歳前後ぐらいで、あの出演されたんですけれども、うん、そう、もうだいぶね、あ、リチャード・ギアさん。リチャード・ギアさん。
リチャードギアさん大好き。あいいですよね。わかりますわかります。あのこう真摯な感じ、うん、大好き。いやいいですよね。洋画とかを見て感動することも多いと思います。そうですか。いやでもね、うん、あの会いたいと思っても、うん、絶対に会えないじゃないですか。そうなんです。あでも会えるかな。えどうなんでしょう ね、 ね言ってれば願い叶うかな。まあね、なかなか会えないからこそやっぱりこう夢が膨らみますよね、うん、そうですよ ね、 ね、ちょっとこういう話は裏でね、もっとねそうなんですよ、ね、表に出てるとここまで話せるけどこの先はちょっとみたいな、うん、いそうですね、ありますもん ね、 ありますもんね。この後はちょっとね詳しくあの控え室でお話ししたいと思うんですけれども、はいね今日のお天気見ていきたいと思います、はい。今日はですね札幌の方から曇り空のリポートをいただいていまして、うんはい、概ね各地全国晴れていた中で北海道だけが曇り空優勢でした。この後雨の降り出すタイミングもありそうということで、この後どのようなポイントで見ていきますか。この後もやはり北海道、夜遅い時間帯にね雨が降り出す見込みということで空の変化も追いかけていきたいと思います。そして今日晴れたエリアでは気温が上がりましたけれどもカラッとした空気に入れ替わりましたね。夜は空気がひんやり感じられそうですので、そういった気温の変化なども追いかけていきたいと思います。はい、この後もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブアフタヌーンをお届けしていきました。北海道この後雨の降り出すところがありますので、この後イブニングで小牧キャスターとご確認ください。それでは皆さん素敵なお時間を。この後20時からはウェザーニュースライブムーンが始まります。担当するキャスターさんお呼びしましょう。時田瑞希キャスターです。こんばんは。この後時刻20時からウェザーニュースライブムーンを担当します時田瑞希です。今夜から明日週間にかけてのお天気も詳しく見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はデコミで可愛いね。前髪伸びてきたので上げてみました。そうなんだ。前髪って伸びるの早いよね。早いですよね。そのいつも自分で切ったりとかしてますか。もうしょうがない時は自分で調節しちゃうんだけど、はい、できればヘアメイクさんとか美容師さんに切ってもらいたいから。わかります。なんか私もどうにかアイロンで試行錯誤巻いて。今はちょっと伸びてるぐらいなんですか、うん、ちょっとね今伸びてきたかな。わかります。カミーちゃんは結構伸びちゃった、うん、伸びましたね。最近しかも湿度が高いので、うん、ぺったりしちゃうんですよ。わかります。ふんわり感保てないよね。そうなんですよね。もう本当に帽子とか かぶった瞬間、うんうん、終了しちゃってそうだから出社するときに帽子とかかぶったらもうずっとそうなんですよ。なんかもうおでこの一部ぐらい張り付いちゃって。そうなんだよね。難しいよね。そうなんですよね。いや湿度もどんどん高くなってくる時期ですけれども、はい、今日はソラミッションで昨晩エアコンつけましたかってお聞きしてまして、はい、みーちゃんのお家はどうですか。エアコン昨日つけました。つけました。はい、うん、なんでしょうね。気温自体がすごい高いわけではないんですけど、うんうんうん、なんか湿度がそうなんですよ。ムシムシしてたのでドライをつけましたね。そうか、はい、なんか暑がりみーちゃんってきてるけどみーちゃんはどっちかというと、はい、私暑がりさんなんですよ。めちゃくちゃ、そう、ね、代謝がいいってことだね。そうですね。わたげちゃんもいるから室温調節は大事だね。わたげさんは結構うさぎさん自体が暑がりな生き物なので、うんうん、そうなんだ、はい、あと特に長毛で毛が長いので、うん、これからの時期は結構エアコン必須ですね。そうだね。はい、ゆみさんはつけましたか。昨日私はつけてなくて、まだなんかそのつけたいっていう気持ちも湧かなかったの。あ、そうなんですね。だから意外と暑さには強いのかもしれない。あ、うん、暑がりか寒がりかだったらどっちかというと、どっちかというと寒がりなんですよ。そうなんですね。だから耐えられるんですけれども、ちょっとムシムシ感はね強くなってきそうですので、うん、気をつけていきたいところです。ちなみに話変わるんですけど、はい、兄ちゃんってまだ続いてるの。あ、メンテですか。続いてるんです。6月6日までなんですよ。そうなの。長いね。でもあと1週間見えてきてる。1週間ぐらい。1週間ぐらいか。
すごいね。期間は1ヶ月ってこと？そうなんです。1ヶ月なんですよ。そっか、ラーメン見るたびに本当ビーちゃん思い出してさ。なんか SNS に投稿もさ、なんかみーちゃんに申し訳ないダメだそんなことないです一緒にメンテ明け楽しみにしてるからね、もう全然乗せてください、いやもう夜はちょっとミュートにするかもしれない悲しい悲しいそうですか。なんかあのメンテ解除になる方法とか、はい、あ、そうなんです、ね、リポートラインで5連勝したら連勝か、はい、って言ってたんですけど、うん、5連勝目で間違えちゃって そうなんです、ね、頑張ります。もうすぐ冷やし中華も始まる時期ですね。始まりますからね、うん、気持ちよくその季節をね一緒に迎えたいと思いますさあこの後みーちゃんムーンですけれども、お天気はですねやっぱり北海道かな、はい、だんだんと雨が降り出してくる予想ですので追いかけていきたいですね。そうですね、はい、北海道エリアこの先雨が降り出すところも多くなっていきそうです。今日は穏やかなお天気のところ多くなりましたけれども、明日はまた雨に注意が必要なところ多くなりますので見ていきましょう、はい、ではこの後よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブムーンをご覧いただきましてイブニングご覧いただきましてありがとうございました。この後20時からですね、ぜひみーちゃんと明日のお天気までご確認いただければと思います。それでは皆さん良い夜を。